あけぼの良薬の秋谷裕人です。ナビステやらせていただいた第1回目の時、それからこうよりキャラとこう向き合う時間というのが増えたので、その後 の, そのライブパフォーマンスだったりとか、そういうところがこうそれぞれ、進化したメンバー進化していったなっていうのをすごく肌で感じていたので、キャラクターも僕たちもあのステップアップして次の段階に行けるんじゃないかという思いが嬉しくてワクワクしております。嬉しさとワクワクが、あまりに余ってこういう状態なんですが、皆さんお気になさらずよろしくお願いします。ダンスを実はしてまして、いつか出せたらなと思うんですけど、マノ君が、すごく素敵なダンスをやってて、僕らジャイロメンバーでどんどん同じ動きをして、シンクロダンスをするっていうのをちょっと実は休憩中裏でやってたりとか、あと小笠原仁が、マイケル・ジャクソンの真似をしてたりとか、はい、それがちょっと思い出の一つですね。みんなで踊ってました。皆さん、すごく、楽しみにしてくださってるはずだと思います。僕らもすごく楽しみです。前回から1年半くらい、経ってますが、その間僕らはすごくパワーアップしました。なので皆さん、その僕らのパワーを感じて、一緒に音楽お芝居の融合楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございました。来てね。